はい、第65回を迎えた会津祭りでございますが、来月の22日から24日までの3日間、盛大に開催する準備を現在進めております。9月22日金曜日には会津祭りの開幕を告げる提灯行列が、午後6時に鶴ヶ城本丸を出発します。神明通りまでの各地域の子ども会、子どもたち約5000人が提灯を手に繰り出します。9月23日土曜日と24日日曜日の2日間は午後7時から8時半まで神明通りで会津磐梯山踊りが櫓を囲んで賑やかに踊りの輪を広げます。また9月23日土曜日には8時40分から先人感謝祭が行われ、この後メイン行事であります会津藩校行列が鶴ヶ城本丸での出陣式の後、約7キロにわたって市内を練り歩きます。今年の会津藩校行列には全国の会津ゆかりの各地の皆様はじめ約500名の方々にご参加をいただきます。またプレー戊辰150周年記念として大宇越列藩同盟の兆しともなった海昌同盟に焦点を当て、山形県鶴岡市からは鬼玄馬の異名を取る坂井玄馬を大隊長に、庄内藩2番大隊を初参加していただき、戊辰戦争の出陣時の行列編成で時代絵巻を再現することとなっています。9月24日日曜日でございますが、2週間同時行列と鼓笛隊パレードが行われます。午前10時に中央通りから日進館同時行列を先頭に出発し、鶴ヶ城本丸で記念式が行われます。また鼓笛隊パレードは市役所本庁舎南側道路まで市内全校19校総勢1900名の児童たちが日頃の練習の成果を発揮し、精いっぱいの演奏を繰り広げます。ぜひ3日間行われる会津祭にご期待いただきたいと思います。